はい、皆さん、こんにちは。はい、えー、本日ね、9月18日水曜日の午前中にこの動画を撮っております。えー、本日ですね、1本目の動画でお話しさせてもらった通り、えーえー、今朝方ですね、寝台列車に乗ってラオスからね、帰ってきましたということで、朝のね、6時前ぐらいに、えー、バンコクの中央駅というのがあるんですけど、そこに着いてですね、で、えー、朝の6時になるとちょうどね、あのー、バンコクの、えー、市内の電車もね、走り出すんですね。 で、ちょうど MRT と言われる、えー、地下鉄が、えー、走り出しまして、その地下鉄に、まあ、6時に乗ってね。で、実際に私の自宅に帰ってきたのはもう6時半ぐらい、えー、だったんですけども、まあ、あのー、寝台列車、私結構寝れちゃうんですよね。なので、えー、電車にガタコンガタコンと揺られてですね、まあ、多分6時間、5、6時間ぐらいはね、結構よく寝られましたね。といったような感じで、えー、結構ね、さあ、爽やかな顔してるでしょ。みたいな感じなわけですね。 まあ顔はちょっとね、そういったようなスッキリとしているかもしれませんけれども、話す内容はね、全然スッキリしておりませんね。ということで、はい、えー、まあ一、ね、本目の動画でもお話ししました通りね、いやー、今日もね、いろいろ皇室関係の話題出てくるよって私言いましたよね。やっぱり出てきたでしょっていうことで、はい、えー、悠仁もしかしたら東京大学断念するかもよ、みたいな話。そしてね、えー、まあ、紀子様に関してはもうね、焦燥しきってるというかね、 えもうね非常にもう疲れちゃったみたいな感じ私は不手にしてると思いますけどねまあそういったような、えー、まあ記事が出ましたということで、えー、本日ね、えー、まあ水曜日なんですけど女性自身がね、えー、記事をね本日朝から朝方から出しております、えー、その中で具体的にこの、えー、被災者様のね進学問題について語られておりますのでまあその記事を紹介するとともにですね まあ、どっちかっていうとね、今言ったように、紀子様がもうね、大変だ、もうね、私は焦燥してるのよ、みたいな記事の話になってるんだけど、私はこういったようなね、話は一切信じておりません。はっきり言ってね。今まで、この三宅に関しては一体全体何をやってきたんだっていうようなことでね、全くなおかつ説明をしてない。だからね、最近ね、こういったような用語記事というかね、まあ、一本目の動画でもお話しさせてもらった通りね、なんか昨日あたりは産経新聞が社説でね、 とんでもないことを出してるわけですよもう皇室を守るために秋篠宮家を守らなきゃダメだみたいなね根拠のない情報ばっかし流れてるみたいなことを言ってるわけだけどねまあそういったことでに対してそういった用語記事みたいのがいっぱい出ておりますけども私は一切信じておりませんだってさ今までこの特にこの秋篠宮家に関してやってきたことがねいっぱい出てきているにもかかわらず ね、今まで、えー、このアクションの宮家から出てきた言葉もしくは、えー、宮内庁がね、えーまあ、代理的に話をしてきた内容っていうのはあのね佳子、えー、様の一人暮らしあれだけどうなってるんだっていうふうに国民が騒いでから最終的に昨年のお誕生日会見でアクションの宮殿下が私がグズグズしていましたってそれだけでしょそれ以外何にも出てきておりませんよねといったようなことを考えてもね 私はこういったような用語記事がいっぱい最近出ておりますけれども、皆様にお伝えしておきます。一切信じておりません。といったようなことなんですね。まあ私がこういったような、私もインフルエンサーの一人なんで、まあこういったことを言うとですね、皆さんもそうだよな、みたいなことで思っちゃうかもしれませんけど、まあこれはね、私の感想であって、まあ皆様がどういうふうに思われるからかはですね、また皆さん、えー、ご自身でということになると思いますけど、まあ少なくとも私はね、こういったような用語記事、一切 信じておりませんね。はい。そういった中の今回の女性自身の記事なんですけども、ということで最後までご覧ください。はい。この記事の内容ね、今ね申し上げましたように、今朝方からね合併号ということで出ております。それとともに、ウェブ上でもね、もう朝から出ておりましたね。なのでご覧になっている方も相当多いと思いますけど、私はね、この記事に書いてある別の視点でね、お話ししていきたいなと思います。まあ、引用はね、この記事の内容いたしますけどもね、 まあ、どういったようなことが書かれているかというと、はい、えー、まずですね、悠仁さまの進学先に関して国民の反発が強いというようなことで、はい、出てきましたよ。紀子様がね、えここお心を痛めていらっしゃるみたいなね、寝込んじゃうみたいな、そんなような話が出てるんだけど、それの割にはですね、一、え、歩、ー、目の動画でもお話しさせてもらった通り、昨日ね、RPD、すなわちね、 働きながら子育てをされているようなね苦労されているお母さん方がいらっしゃるわけですよねまあそういったご両親の方に対してね、えー、まあご家族の協力が大事ですよねみたいなことでまたニコニコしながらね、えー、公務に出られておりましたよねお車代いくらですかみたいなことを私は思っちゃいますけどまあそういったようなことを見てもねどこがっていう感じですよねでもこの記事ねお心を痛めてらっしゃる大変だねみたいなね 私は一切信じておりません。はっきり言ってね。<laughs> はい、そういったようなことがまず出てるわけです。ただね、<laughs> そういったような中でも、まあ、これはちょっとね、えー、この女性自身の、ね、記事の中、私はね、あよく出してくれたなと思いますが、宮内庁の内部からも、どうもね、えー、これはどうなのといった声が上がっているようですね。例の、えー、紀子様の58歳のお誕生日文書の中、まあさ、 やたらめったらですね、悠仁様のトンボがどうだとか、なんかね、そういったような前置きが長い文章だったですよね。まあ、それに関してね、え宮内庁の内部でこんな意見が出ているということで、要はあの文面もね、かなりの字数を使って悠仁さまがトンボをはじめとする生き物に関心を広げていったことを振り返っていましたと、まあ、そんなような文章でしたよね。それに対してこの内容に、 対して、トンボなどの研究は推薦の入試を突破するための実績づくりなどではないということを、をことさらに強調する、強調する、すなわち、ね、釈明するかのような、えー、そういった読み方をした宮内庁の内部の人もいたということで、えー、かなりね、もう宮内庁の内部においても、 疑心暗鬼になってきてると言ったようなこと。まあ、これはよく挙げてくれたっていう感じですけどね。まあ、そうだよね。宮内庁の内部だって、あれだけのね、はい、トンボでね、久人に関しては小さい頃からこれやってました、あれやってました、みたいな話でさ、もうトンボトンボっていうのを強調して、いかにもですね、そういったようなことは以前からずっと、そのトンボに関することを研究していたから、決してね、その東大の推薦入試に対する忖度ではないと言ったようなことを 意子様は言いたいんだろうけど、でも逆にそういったようなことは、今言ったように宮内庁の内部では、いや、それはね、逆にね、そういった、そういったものではない、といったことを強調しているかのごとくね、えー、結局釈明するようなものに見えちゃったっていう話ですよね。わかりますよね。なんとなくね。はい、そういった中で出てきました。いつものごとく、おた部さんですね。いや、これ、おた部さんもさ、今回もね、そのもののズバリですよ。正論、まさしく正論ですよ。 えー、まあこれね何を言っていたかちょっとね読まさせてもらいますがネット上でのバッシングについての質問に対する回答もアクシ秋篠宮家が理由もなく一方的に批判を受けているという意識が強く表れ,れているように感じます一連の報道や批判は根拠がないものばかりではありませんそうなんですよね、まあ、私のこの YouTube 配信もそうですし、まあ、他の YouTube の方もそうですし SNS 上の配信されてる方もね もうきちっとした事実をもとに批判をしているそれがほとんどですよねまあ確かに一部ねなんだこれはみたいないいか減のなことを言ってる人もいますけどねまあそれに関してはでも一部の人でね、まあ、大概は何かしらのこういった事実があるからこうしなさいこうでこうでしょみたいなことを言ってますよねまあそのことを乙女さんも言われているわけですよそれに対してはいこれももう皆さんご存知だと思いますが西村宮内庁長官そして吉田公子職大部が そろって言っておりましたけども、例のね、根拠のない情報。ね。と言ってですね、特に西村長官は、対応を取ると言ったようなことも言ってましたけどね、私は言ってる通り、ぜひぜひ対応を、ね、取ってくださいよと。確かに一部ね、変なこと言ってるやつもいますよ。はっきり言ってね、まあ、名前までは言いませんけど、例えば YouTube のチャンネル名までは言いませんけどね、SNS 上のアカウント名までは言いませんけど、そんなやつがいますよ。え、何これ 私もねこの皇室関係毎日いろんな情報をやっぱり自身でも集めようと思ってますのでそういったことで見ることもありますよただそれは一部なんだよねでもその一部変な情報も確かに出回ってることは認めますだからはい西村さんね具体的にやってください対応をとってね取り締まってくださいよというふうなそれがねはい西村長官のお仕事なんでしょ というようなことで西村長官、言及してるんだけど、具体的なね、対策や手段については何も説明してないんだよね。何いつものごとくのバルーンなんですかみたいなね。そんなような感じですよね。なんかこんだけさ、こんなね、アドバルーンだけ上げといて、また何もしないといったような、これいつものパターンと同じだよね。いや、よく、ぜひやってくださいよ。そう言ってない。事実じゃないこと確かに喋ってるやついますよ。はっきり言ってね。 そういったないなら取り締まってくださいよ。ね。というふうに思いますけどね。私は全然影響を受けないっていう自信を持っておりますので <laughs>。いい加減なこと言いませんから。もし間違ったことを言ったらちゃんと謝りますよ。それはね。もし間違ってればね。それは私だって人間だから、たまには間違うことあります。でも、えー、例えばね、それこそ事実無根のね、えー、自分の想像に任せてこうだみたいな言い切ることはいたしませんし、 だから、私はそういったことに関しては、ぜひですね、西村さん、取締りでも何でもやってください。ね、訴えるなり何なりやってください。と思いますけどね。はい、えー、と、いったようなことで、<laughs> まあ、それはいいんですけども。まあ、いずれにしてもね、えー、こういったような、なんていうのかな、今回も紀子さまが焦燥しちゃってる、もう大変なのよ、私を勘弁して、みたいなね、えー、そういった記事、私は一切信じておりません。それだけは言っておきます。で、次のページ。はい、えー、でですね、 まあこれもね、過去の報道というか、週刊誌の記事に書かれていた通り、やっぱりね、今回ね、いろんな観点で、この、もしかしたら東京大学を断念するかもしれない、紀子様がそういったことで舵取りを変更したのかもしれないといった記事なんだけど、結局はもしね、そういったようなことであれば、例のいろいろね、記事で書かれていた通り、例えば文春がね、異例の成績だだとかね、事業についていけないだとか、もしくはこのね、女性自身がね、 えー、実際に数学と英語が苦手だだとかね、えー、教科書レベルの質問に対して戸惑われて、えー、実際に質問されてもね、硬直しちゃって何も答えられないみたいな記事がバンバン上がっておりましたよね。結局さ、そういったような話、1日7時間から8時間勉強しているみたいな話も出ておりますけど、結局は学力が追いつかないんじゃないんですかしかも共通テストで8割取らなければいけないといったようなことがあるわけですよね。 はいえー、そういったような学力の伸び悩みがあるゆえにですね、えー、まあ実際のところは諦めざるを得ないのではないかみたいな話になっておりますけどねどうでしょうかね。 あのー、この悠人様の学力に関してはいろんなね、それこそ変な話も出てますね。なんか1000点中20点しか取ってないとかね。まあ、あそこら辺もね、はっきり言っていろんな噂が出てるけど、皆さんどうでしょうかあの話信じておりますネット上で出ておりますよね。あんまり、えー、さっきの話じゃありませんけども、えー、あんまり根拠のないようなね、話に注目するのはやめておきましょうっていうことですけどね。あれに関しては私はどうかなというふうに思っております。 あくまでも事実に即した、即してね、こういったような批判するんだったら事実に即して批判をしてほしいですよね。まあその1 0点中20点って話はよくわかりませんけども、いずれにしてもこの文春がね、暴露していた内容だとか、えー、この女性自身もね、暴露していた内容、実際の筑布の関係者に聞いていたということなんで、まあある程度はね、特に文春の記事なんかは、これ女性の記者の方でね、えー、きちっと聞いているようですから、 まあ、その関係者がそんなこと言ったんでしょうね。まあ、だから文春なんかも記事に出したといったことを考えると、かなりそれは信憑性があるんじゃないんですか。といったことを考えるとね、やっぱり学力足りねえのかなみたいなこともあって、えー、なんていうのまあ、一種ね、国民が騒いでるからっていうようなことをね、前面に出したいんだろうけども、まあ、正直なところ、もしこれで東大を断念するということであれば、やっぱり学力ねえんじゃないのというふうに思わざるを得ないよね。 はいそういったようなことだと思います。でも何と言ってもね、この後半に書いてある文、まあ紀子様のエゴですよ。今までずっとね、それこそお茶の水大学附属幼稚園に入園した頃からずっと忖度忖度忖度でしょ。ね、被災者様しか使っていないような制度を使って入園して、筑ふも低傾向進学制度、ね、次元措置のあの定休校進学制度を使って、で、ついね、被災者様 は、えー、実際に入学つくふうに入学しましま全部敷かれているじゃないですかその路線がねこれだって事実でしょでそういったようなことに関してやはりね紀子様のエゴというかこの下に書いてある通りですよまあねおじいさんだとかねお父さん東大出身だとかさまああの実の弟のね今現在東京農大の准教授でしたっけ川潮お船さんね えもう東大大学院で博士号を取得まあ、これもどうなのか怪しいけどね。はっきり言ってね。<laughs> まあ、これは私の勝手な感想だけどね。ただ、川島志夫さんなんか、今現在、皆さんもご存知の通りね。えー、なんか知らないけどさ、変なところの会社のね、取締役をやってるだとか、はい、反社とのつながりはどうだとかっていうことが言われておりますよね。まあ、そういったようなことには、まあ、ちょっと今回はね、それ以上話はしませんけど、そういったような状況じゃないですか。 でも一応はそういった東大絡みだということで自分の子供に関しても絶対東大だというようなね東大しかないといったことで今まで進んでいたわけでしょうねそれに関して結局は国民が騒いでるからいや実際は成績が足りないんでしょうみたいなことをね感じますけどねもしかしたらですけどもえ断念をしているかもしれないといった話が出てきたんですねそして下に書いてある通りついに方針転換なんですか そして、この決断が国民にとって喜ばしい、久人様のご成長と飛躍に結びつくことを願うばかり、ちゃんちゃんということで、この記事の内容終わってるんですけどね。はい、えー、特に皆さん、一番最後の文面どう思いますかもしね、こういったようなことで、東京大学の推薦入学制度を使わずにですね、はい、他の大学に行くということになったとしてもですね、これも私前から言っている通り、えー、例えば東大じゃなくてね、 これはひろゆきさんなんかも言ってましたけども、例えば日大だったとしても、それこそ早稲田、ね、総形だったとしても、他のね、次第だろうが、国立大だろうが、やっぱりね、こういったような推薦入学制度を使うっていうことになるとね、えー、やっぱり何かしらのことは言われますよね。結局、忖度でしょ、だとかね、えー。そういったような、まあ、それで裏口と言われるかは別にしてもですね、結局はいろんなその公室特権を使い、使って入学したということはずっと言われるよ、はっきり言って。 だから、もうずっとですね、前から言ってる通り、一応今一日ね、七八時間勉強してるわけでしょだからある程度勉強してることは事実なんでしょうはっきり言ってね。えー、まあ成績のね、実際英語とか数学苦手かもしれませんけども、でもある程度勉強してる中で、それはさ、他の別に東大じゃなくてね、えー、他の大学受ければ自身でね、一般入試を受けて、えー、実際に受けられれば、それ受かるとこもあるんじゃないんですか,だからそれでいいでしょ とといいうことだと思いますよねそれに関してさ、じゃあ例えばね、斎、え、藤、ー、様が一般入試を例え,例えば、例えばですよ、あくまでも例えばという話で別に日大がどうのということじゃなくてね、例えばですが日大をお受けになりました。そして一般入試で合格されて、えー、日大のどこそこのね、学部に入学しました。というようなことが報道されたとしてね、文句言う人いるいないでしょということだと思いますよ。 そういったようなことを、あの例の赤門ネットワークさんの、えー、東京大学ね、えー、進学反対だとかね、そういったような、えー、署名活動、まあ、署名活動の趣旨だって結局はそういったことを言ってるわけですよね。まあ、東大ということに限った話になっておりますけど、別にこれ東大だけの話じゃないっていうことだと思いますよね。皆さんどう思いますかってことですね。はい、いずれにしてもね、 今回、この女性自身の記事ね、まあ本当かどうかは別にしてもですね、まあなんかね、紀子様まもおい、ね、思い悩んじゃって、ついに、悠、えー、人さ様の東京大学進学断念かみたいなね、結局やっぱり学力ないのみたいな、そういったような話が出ておりましたので、まあ紹介とともにね、私の意見も言わさせてもらいました。まあいずれにしてもこれで、もしですけどもね、でもね、私はね、 まだ東大だと思ってますけどね。はっきり言って、こんなね、えー、ま、記事が出たとしてもね、これだってあくまで想像的な話でしょ。私はずっと言わさせてもらってる通り。だってさ、前歴があるわけですよ。あの、筑くに入った時のね。もう何回も言ってる通り。で、あれだけですね、定型校進学制度、そんな忖度使うなよっていうことが言われていてね、あの時もね、いろんなね、それこそ週刊誌の記事でね、もう紀子様が疲れちゃって、みたいなこともいっぱい出ておりましたよね。でも結局は、 もう宮内庁がちらっと、ね、公表ししていたでしょだからねそれ言ったような前歴というかねあるから、まあ、それを考えるとねこんなような記事が出たとしても私はねやっぱりまだまだ東大なんじゃないかなと思ってますけどねまあ最終的に今結論出るのはまだね、えー、何ヶ月か先になると思いますけどねだからさっっきも言った通りですね。 この日西村長官が言った通り、変なね、噂を逃してる奴は、もうぜひですね、取り締まってもらってですねで、その上で、だったらそういった取り締まりをするのであれば、真実に基づいた国民が知りたいわけだから、真実を実際公表してくださいよと。ね、はい、久人様、東京大学の推薦入学入りますよっていうんだったら、はい、それを言ってくださいよ。って。それによって批判がバーッとね、また高まるけど、でも、そういったようなことで、 ね、えー、真実言ってない奴を取り締まるぞっていうんだったら、ご自身も真実言ってくださいっていう話だよね。筋通ってるよね、この話ね。と私は思いますけどね。はい、えー、といったようなことで、えー、バンコクに帰ってきて、早速ですね、えー、自宅からの一本目、一本目の動画なんですけども、やっぱり力入るようなね、内容だったですね。はい、一旦変えます。はい、えー、ということでですね、えー、まあ今言いましたように、自宅に帰ってきてね、 また今日もね、えー、私自身の仕事はね、まあ、ロースで済んできましたので、それはね、今現在ないので、本日もちょっとね、またいろいろ皇室関係を中心にいろいろ情報を集めたいなというふうに思っております。まあ、今本日もね、もう多分ね、もう一本、えー、動画を出すような、出すような話、絶対出てくると思いますのでね、ちょっとまたいろいろ調べてみて、えーまたね、次の動画、おそらく出すと思います。<laughs> ということなので、もし出したらね、ぜひご覧になっていただければ嬉しいです。 はい、ありがとうございました。それでは、バイバイ。